お願いします。こんばんは。皆さんこんばんは。こんばんは。皆さんお待ちかね、わーちゃんリモート、第3回。私たちは離れていてもつながっています。始まります。ということで、まずは自己紹介していきたいと思います。じゃあ、あやからいいですか。どうぞ。本田やっています。世界の本田、本田やです。中学3年生、15歳です。よろしくお願いします。はい、じゃあ次私行きます。はい、ホワイトキャンパス3入荷2ヶ月目の稲田千尋です。まだ入荷して2ヶ月、まあ、昨日でちょうど2ヶ月になったんですけど、これからも応援よろしくお願いします。はい、はい、はじめまして、新人11歳の木更木カレンです。よろしくお願いします。顔と名前でも、顔と名前だけでも覚えてください。よろしくお願いしますお願いします。お願いします。はい、この配信は秋葉 TV YouTube チャンネルから配信していますので楽しんでください。ということで、カレンちゃんに、はい、初めてですよね。初めてです、ね、初めまして。同い年なんですよ。ないです。ないです。もしかして早生まれのことですか。2月26です。お、あ、あとちょっとじゃん。お、マジじゃん。ということで、その誕生日の近くの時にまたこういう風にリモートのラジオができる。そうですね、はい。コメントもバンバン読んできてます。皆さんコメントなんかありました。コメント、じゃあコメントを読んでいきたいと思います。はい、お願いします。もう一人は誰だろう。ワクワクだって。ワクワクされてますよ、カレンちゃんカレンちゃん11歳。11歳か。はい。お、すごい、今若い。若い、若いけど、もう1歳しか変わんないって。かわいい。え、若い。11歳。若いな。なんか多分誰だろうって見てる人たちの皆さんは、うん、多分想像以上可愛いかも。想像以上可愛いかも。はい、じゃあということで、今回は新人ちゃん紹介コーナーということで、はい、新人の木更木カレンちゃんについて根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お、じゃあまずは、お、じゃあ千尋ちゃんどうぞ。あ、じゃあ質問いいですか。はい、カレンちゃんからのちょっとした情報で、 K-POP が好きっていうことを聞いたんですけど、K-POP というかダンスどのグループが好きなんですか。 BTS です。お、なんだっけ、あー、アーミーとか、なんかそんなやつ。アーミー、アーミーかな。ファンクラブには入ってないんですけど、ファン好きですね。お、え、誰が、うん、ジミンちゃんです。お、人気ですね。ダンスが上手いから。なんかジミンさんってなんかどっか入ってたんですよね、ダンスが。なんか、ちょっとわかんなんかね、高校生か大学な、高校生だと思うんですけど、なんかダンスの劇団みたいな入ってたんですよ。もう私から聞きます。ジミンさん人気ですよ。じゃあ、うん、じゃあ次質問していいですか。あ、どうぞどうぞ。あ、じゃあ次は、そうだな、バレンタイン。そう、この間バレンタインあったと思うんですけど、バレンタインなんかありましたか。はい、友達にあげました。おー、友達と。でも好きな人じゃないですあららら。うん、何あげたんですか。
今こういう時期だから作るのはあれかなと思って、うん、やっぱり買ってきて包装してあげましたね、うん、おーいいね。はい、じゃあ次ですか。どうぞ。はい、はい、カレンちゃんにその先輩としてではないんですけども、これから頑張っていきたいことは何ですか、ホワイトキャンパス。ええー、うん、気になるね。気になる、気になる。みんなにこの子知ってるって言われたらすぐ知ってるって言われる、もう知ってる存在で有名になりたいって感じ。そうです。うん。こういい夢だ。夢は大きい方がよし。そうね。同い年じゃないっけ？あれ？あ、ちょっと私の方がおばさん感出ちゃった。おばさん、もうおばさんかな？ね。2ヶ月おばさん。多分先進年齢はちょっと高いかもしれない。そうなんだ、言われる、よく。めちゃくちゃ言われますね。ねえ。中身はおばちゃなのみたいなぐらい先進年齢高い。すごい。じゃあ、もう一回質問しちゃうんですけど。うん、いいよいいよ。ダンスのことについてなんですけども、うん、K-POP のダンスを踊ったりとかします？休みの日とかに、なんか、踊る感じですね、普通に。なんか、音楽聴こうって思ったら、いつの間にこう、立って踊ってるみたいな。わかるわかるわかる、それわかる。なんか、見てて、乗っちゃって、そしたら、やっぱり立ってちゃんと踊ろうみたいな。この間ね、あやは、あれ覚えた、TWICE の、うん、I can't stop me を振りがすごいかっこいいから覚えようと思ってちょっと覚えましたね、これは。え、全部覚えた？全部覚えた、お振りで。すごい。私もさ、お振りでずいぶん前に覚えたから、今度さ、あとがさ、一緒に踊りたい。踊りたいね。うん、じゃあもうそこを取って私も覚えないとダメ。でも結構難しかったかも。うん、サビはすごい単純な感じで簡単だったんだけど、サビ以外がちょっとね難しかったイメージかな。でもダンスうまそうだからダンスもともとねやってて少し、うん、どれぐらいやってました？9年かな。すごっ、結構やってる。そう、先行ヒップホップで全然ジャンル違うんだけど。いや、でもすごいです。ね、恥ずかしいな。じゃあ次、何か質問ありますか？ちひろちゃん。あるなんか、カレンちゃんに。カレンちゃんに聞きたいと思うんですけども、そろそろ私もカレンちゃん中学に行くじゃないですか。うんうん。でどれぐらい友達作りたいですか、新しい。もう数え切れないほどいっぱい作りたいね。いいね。私も頑張りますよ。一緒に頑張る。なんかでもね、先輩からね、先輩から一言言うとね、なんか、仲良くできる友達、常に一緒にいる友達って結構ね限られてきちゃうかも。へえ。いや、わかんないけどね。わかんないけど、全然わかんないけど。でもすごいね、小学校とは全然違う雰囲気でめっちゃ楽しい。本当に楽しい。でもやっぱり勉強とか小学校と比べられないぐらい難しいですか？いや、そんなことない。全然そんなことない。あゆは全然大丈夫だった、勉強は。うん、そんな心配していくほどじゃないよ、本当に。あ、じゃあ、よかったです。よかった。心配してたんで。ね、全然大丈夫だよ、本当に大丈夫。先生にもよるかもな。
受験しなかったんですよ。私も受験してないです。ですよね。あ、そうなんです。受験しなかったんで、じゃあもしかしたら大丈夫そうだよね、都会はそうなんだ、ね、はい、はい、ということで、すごい早かったんですが、応援の時間が近づいてきました。楽しかったね。うん、すごい楽しかった。すごい。それぞれSNS の紹介をしていきたいと思います。じゃあ会えたらいいですか。はい、私は Twitter と TikTok やってます。あと YouTube に、ホワイトキャンパス3の YouTube に動画が2本上がってるのでね、メイクしてる動画なので、よかったら見てください。よろしくお願いします。じゃあ次行かせていただきます。はい、はい、私はツイッターのみやっています。いなとちひろっていう風に、検索すると出てきます。皆さん、ぜひコメントとフォローとハートよろしくお願いします。じゃあ、はい。私もちひろちゃんと同じで、ツイッターのみやってるんですが、ここで私は今日からツイッターを配信しようと思っています。それで、これで調べたら出てくると思います。見えますか？キサラギカレン。ですね。こうやって調べる。フォローよろしくお願いします。みんなフォローしてあげて。フォローよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、皆さん、感想を言ってみてください。はい。じゃあ、あやちゃんからお願いします。今日はすごくね、なんか一番先輩だし、年も歴も一番先輩だから、すごく緊張してたんだけど、話してみたらすごく楽しかったので、もう、よかったです。安心した。じゃあ、次、私行かせていただきます。今回は初めて、カレンちゃんも入ったんですけど、年は同い年なのに、なんか先輩っていう風に、なんかちょっと、今までにない感じだったので、不安だったりとかもしたんですけど、カレンちゃんがすごいフレンドリーでニコニコしていたので、すごい親しく話しやすくて、すごい今回いい体験というか楽しかったです。はい、じゃあ、はい、もうこういうのが初めてだったから、めちゃめちゃ緊張してたけど、こうやって同い年の人とか年上の人とかがいると安心しちゃって、めちゃめちゃ楽しかったです。またやりたい。あ、またやろう。じゃあぜひ次回の時もカレンちゃん参加してください。はい、で、はい、そこまで先輩ではないんですけど、私もこれ 3回目のリモートラジオでちょっとカレンちゃんに言いたいんですけど、1回目のラジオの時に緊張しすぎて、終わった後にもう全部の不安がバーって流されてて、多分この後発生しちゃいますけど、感じちゃう。ということで。はい、じゃあ、皆さん、すごい楽しかったということで。はい。ね。はい、じゃあ、皆さんにスクショ。スクショタイム、やりますか。じゃあ、どんなポイントがいいですか。どんなポーズ？カレンちゃんありますか？なんかピースとか。カレンちゃんあるとか。今日のゲストということで。そう。私ハートが好きなので。じゃあハートで。はい、じゃあいきますよ。20秒ぐらい。せーの。はい、いいかな。じゃあ次は最後、やっぱりホワイトキャンパス3ということで、このポーズですね。じゃあこれで最後締めたいと思います。よーい、スタート。
はい、いいかな。で、次の放送は改めてホワイトキャンパス、ホワちゃん公式ツイッターからアカウントからお知らせいたします。では、はい、皆さんバイバイ。バイバイ。バイバイ。